ただいま。あら、今日は遅かったのね。それよりも、玄関から入ってきてくれない？そうだな、すまんかった。実は、今日はみんなに大事な話があるんだ。なに？ゴールデンファザーに、俺はなる。というわけで、今回はゴールデンファザーというゲームやっていきましょう。このゲームは、お父さんがピカピカ光るゲームです。いや、何も意味わかんなかったわ。父はいきなり宣言した。ゴールデンファザーってこんな感じかな。僕は頭の中で父のゴールデンな姿を想像した。そんなの無理に決まってるでしょう。やめてください。はぁ、アホくさ、ムシムシ。いや、絶対にゴールデンファザーに俺はなる。僕は誰の意見に従えばいいのだろうか。まさかの分岐点発生。した2つの意味一緒じゃねえか。お父さん、ゴールデンボールになろうとしてるから応援しないと。いや、ゴールデンファザーだからな。父さん、すごいや、感動した。僕は父を応援することにした。はは、ありがとう、我が息子よ。お礼にこれをやろう。これ何？水だ。おい、水。水道代もバカにならないんですからね。父は光合成をするために水を吸収していた。なるほどなるほど、だから光るんだね。いや、意味不明すぎるだろ。父ほどの人間ともなると酸素を放出してしまうようだ。人とは違う逆の道を行く、なんと過酷な生活だろうか。ただ頭おかしいだけの人だろ。父さん、すごいや、立派な木になりたい。お前も頭おかしいとこ引き継いでんだな。いやいや、これは例えだよ。僕は大地を削り、土に根を張る決意をした。ほら、立派な人間になりたいって意味に聞こえるでしょ。父のように堂々と酸素が吐けるようになりたかった。やっぱこいつは頭おかしかった。だが、ある程度掘り進めたところで気づいてしまった。ない、歯が。そう、僕には歯がなかったのだ。今日の晩飯は豪華だな。いや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 、さっきの光合成の下りどこ行ったんだよ。もう話題は夜ご飯にシフトチェンジしたんだよ。ほら、よく見ると美味しそうでしょ。どう見ても野球ボールなんだけどな。家に帰ると父が玉を見つめていた。子供の僕には食べられそうにない。まだ下が子供である自信を悔やんだ。俺下の問題じゃないと思うけどな。早く父のようなグルメになりたい。食を極めるにはまずは素材から。僕は自宅の畑からネギを一本拝借した。シャリシャリシャリ、ネギ特有の辛味と苦味が口に広がった。僕はすぐに腹を下した。なら野球ボールなんて一生無理だろ。母さん、生まれてきてごめんなさい。もうどうでもいいや、この世のすべてが。僕は諦めて漫画を読んだ。漫画の世界に没頭し、現実逃避した。もうすべてがどうでもいいや、いつ死んでもいいや。なんという悲しい物語。しかしここから衝撃のクライマックスに突入する。絶対に見つからない場所に俺の大切なものを隠しておこう。絶対に誰にも秘密だけど、これで絶対にバレないな。ここに隠せば絶対絶対に見つからないな。僕は見つけてしまった。父の秘密を、自分の探索能力の鋭さが自分でもちょっと怖くなった。完全にバレバレだっただろ。それより何が隠してあったんだろうね。 5G 最強じゃないか。なんでこんなとこに 5G 隠してあんだよ。すごい、 5G は最強すぎる。僕は 5G を手に入れた。もう無敵だった。だって 5G なんだから、もう何も怖くなかった。あら、全部 5G なのね。すごいじゃない。待て待て、何がすごいんだよ。ウルタ 5G ってドヤ顔しすぎだろ。さすがの母も認めざるを得なかった。だって 5G なんだから文句もつけようもないだろう。 5G 最強。 5G ってこんなにすごかったんだ。いや、ただの通信回線のことなんだけどな。さよなら、もう私は必要ない。父は空気を読んで消えることにしたようだ。下半身から順に存在が消滅していった。ゴールデンファーザーにはならないの？これからはお前がゴールデンだ、息子よ。これからはお前がゴールデンだ、息子よ。